はい、皆さんこんにちは。本日お話しする内容はですね、機内安全ビデオに見る国民性の話というね、またなんか何を言い出すんだこいつはというふうなタイトルで始めさせていただくんですけれども、まず一旦概要欄にですね、フランス、エールフランス航空の機内安全ビデオのリンクを貼っておきますので、ご存知でない方、こちらを一回、ご覧いただければなというふうに思います。もし見たことあるよという方がいらっしゃいましたらね、すごい話が楽かなというふうに思いますけれども、機内安全ビデオって、まあ会社によっていろいろバリエーションがあって、まあそれを見比べるのも面白いなっていうところもあるし、昨今ちょっとあんまりこう海外旅行とかにポンポン行けないような状況になってしまってるんで、まあ、機内安全ビデオとか、ボーディングの時に流れてる音楽とかを YouTube で見つけて、それを聞いて、なんか旅行に行こうとしているような、そういう風な気分になれるみたいなね、なんかそういう風なことをやりながら、ちょっとストレスをこう、なんとかこう、抑え込んでるという風な状況だったりするんですけれども、はい。で、今回の話ですね。まあ、その中で、まあ、興味深いのが、フランスのエールフランス航空の中で、機内安全ビデオがどういうふうな語り口で、やられていたかというふうな話なんですね。うん、で、機内安全ビデオって基本的にはあれ、統一規格で、こういうことについて、話していなければダメですっていうふうなのが、ある程度、まあ、ガイドラインとしてあるんですよね。確か IATA かどっかが、なんか主管してたんじゃなかったかなというふうに思いますけれども、具体的には、まあ、シートベルトの話しなさい、禁煙の話、非常脱出口の話、ライフベストの話、なんだかんだらというふうにね、この辺のことには触れておかないといけませんっていうのが、まあ、ルールとして決まってて、で、それに触れてなかったら、まあ、基本的にはダメだよというふうなことになるんですよね。だから、どこの航空会社のやつを見比べても、まあ、基本的には、設備とかシートベルトとか安全のことについてはね、まあ、バリエーションはいろいろあってもちゃんと触れられてはいるというふうな状況なんですが、その内容に対するアプローチっていうのが、やっぱり、その航空会社とか、その航空会社が存在する国の国民性によって、まあ、かなり変わってくるねっていうふうなのが、今回のお話ということなんですね。こと、日本で行きますと、まあ、JAL とか ANA なんですけれども、まあ、JAL ANA で行きますとね、航空法で禁止されていますっていうワードがよく出てきます。JAL ANA よく乗られてる方だったらご存知かと思いますけれども、喫煙、あるいはその脱出時の写真撮影とか、まあ、いろいろ、まあ、禁止行為ってあるんですけれども、それらは航空法で禁止されていますっていうふうに、いわゆる法律に従ってくださいというふうな言い方をして、乗客に対して指示を出すような、内容が組まれていることが多いですね。まあ、それ以外の会社も結構そういうふうな書かれ方をしているところが多いのが確かです。ところが、今回ご紹介するエールフランス航空の動画の中では、その、法で禁止されているとか、そういうことを一切言ってないんですよね。まあ、本来は確かにそうなんですけれども、法で禁止されているんですけれども、本来は。だそれを言わずに、全然違うアプローチで、その話をしているというのがすごい面白いなと思ったんで、まあ、今回ご紹介させていただこうと思ったわけですね。で、ちょっと実際にピックアップしてご紹介させていただきますと、特に私がおおと思ったのが、シートベルトの話と禁煙の話です。安全ビデオの中からちょっとセリフをピックアップしてこちらご紹介させていただきますと、原文でいきますと、英語ですね、It will elegantly highlight your waistline while ensuring your safety というふうに書いてます。直訳すると、シートベルトはあなたの安全を守るとともにあなたのウエストラインを際立たせますと、まあ、こういうふうに言ってるわけですね。うわぁ、いかにも美の国フランスだなというふうな言い方をされてるような気がしますが、それは私だけでしょうかね。まあ多分皆さんももしかしたらおっと思ってくださる方がいるかもしれない。で、もう一つ、禁煙の話です。A non-smoking flight is simply sick と言ってるんですね。禁煙の飛行機ってシックでしょ？あ、そういうアプローチあるんだ。へえと言って私は個人的に感心してたんですけど、いかがですかね、皆さんも。あ、ふーんと思われるか、何言ってんだと思われるか、ちょっとその辺分かりませんけど、もしかしたら分かってくださる方がいるかもしれないと思って、まあ、この動画撮ってますんで、あ、もしなんか、ほうと思うところが一つでもあればね、高評価とチャンネル登録とね、コメントなどいただけますと、非常に嬉しいなと思ったりするんですけど、ことなんか、フランス人って、その法律を守る守らないっていうのも、一回自分の中で考えて、あ、この法律は守った方がいいなっていう、なんかそういう能動的なアクションとして、やる分にはいいんだけれど、何かを強制されるっていうことについては、あんまりこう、嫌がるというか、あんまり従いおうとしないみたいな、なんかそういうふうな傾向があるらしいんですね。だから、警官がなんかあえて見逃すみたいなことも、なんか
あるらしいんですよ。まあ、犯罪の質にもよるんでしょうけど、犯罪とかその、いわゆる条例違反とか、そういうものの質にもよるんですけど、要するに、理不尽だったり、納得できない条例とか規則に関しては、基本的には従いませんっていうのが、まあ、フランス人の、なんか、性根というか、傾向みたいなところ。まあ、それこそだからさっき申し上げた国民性の部分ですよね。なんかそういうふうなのがあるらしいんですよ。だから今回、法律で禁止されていますって言い方をすると、従わないっていうのが多分フランス人の中にあるんでしょうね。だからそれを、あ、なるほどねって言って、こう、腹に落ちるような方法で説明をすることによって、そういう方向に誘導していくというふうなことを企んだのかなというふうな感じがいたしまして、あ、なるほど、そういうふうな手もあるのかというふうな形でちょっと勉強になるなということですね。これ多分なんか上司から部下に対するコーチングとかね、なんか先生が生徒に対するコーチングとか、そういう意味ではこういう、一つの例っていうのは、まあ勉強になったりするのかなというふうな気もしなくはないんですけれども、いかがなもんでしょうか。ということで、まあ、今回のお話はですね、エールフランス航空の、機内安全ビデオに見る国民性のお話と、その中で、使われていた、まあ、ユニークな表現というのね、面白いなと思ったんで、こちらでご紹介させていただきました。まあ、この動画をご覧いただきまして、まあ、いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価、あとコメントなんかいただきますと非常に嬉しいです。ありがとうございました。今回のところはこんなところです。